上げて香りだけ強く出してます。辛そうな香りしますけど、はいはいはい、途中加熱しないで余熱だけで火を入れて食感を残すようにしていると粘りも強く出てきます。60度ぐらいまで一気に温度下げながら揚げて、水分を残すように揚げてます。なるほど。僕のやり方は、匂いが強くて、余計なごまの香りをしたくなる。新レンコン一節目、一番多いです。この時期はね、レンコンも甘みはあっさりしてるんですけど、みずみずしさが多いですけど、始めると思います。Thank you.
海道まで8月ぐらいまでじゅんぐりね桜前線で上がっていきますけどね、だいぶ山形まで来ちゃったので。大将、イチローに似てるって言われません？あ、そうなんですね。いや、似てます、似てます、似てます。まだ臭み残ってる。これ裂いたのってどのくらい前なんですか？3時間前。あ、3時間前だ。3時間で結構大事で、ええ、最後の臭みを抜くのは空気に触れさせる。ああ、そうなんだ。あんまりね、さばきたてってお腹のところに臭みが残るので、ちょっとね、3時間のうちの場合は、臭み取るために3時間。そうです。もう無理やりなんかして臭みを取るっていうよりも自然に任せるっていうの。臭みを引き出すという段階で上げる作業が必要なんです。まず臭みが抜けるように高温で上げて、その後に旨みを引き出して、ここから引き上げる。臭みないので、全振りで旨みを引き出す。そうすると高温で上げる必要がないってことですか？確かに音がそんなに高音な音しないですよ。ええ。あまり響きのいい音じゃない。似るような。お塩つけてもいいですし、頭の方こっちでもいい。そう考えると、もう全然考え方違いますね。もちろん、そういう世代に全部だってまだ、でも、幅があるんですよ。低温で、まあ、低い温度だと油って中に入ってきやすくなるので、
火薬だからちょうどいいですね。Black and white.
thought I was Romeo. I was looking for my Juliet. And as soon as I left, I told my friends